こんにちは。いなべ市役所健康推進課の栄養士の鈴木と保健師の山本です。今日は皆さんに健康で元気な毎日を過ごすためのちょっとしたポイントをお伝えします。新型コロナウイルスの感染拡大によりお家で過ごす時間が増えた方もいらっしゃるかと思います。体を動かすことが少なくなったり、暑さで食欲が湧かなかったりと、運動不足や栄養不足を感じていませんか？今日は健康に過ごすために大切な筋肉のお話と、その材料となるタンパク質を効率よく摂る方法についてお伝えします。私たちの筋肉は何もしなければ1年に 1% の割合で減少していきます。この筋肉量を維持するにはやはり筋肉を鍛えるということが重要です。筋肉を鍛えると脳卒中や心臓病などの病気や転倒、骨折、認知症の予防にもなります。また筋肉が動けば脳も活発に働きますので、体全体に活力が生まれます。普段から筋肉を鍛えておくことが重要です。筋肉を鍛えるのに遅いということはありません。何歳からでも筋肉は強くすることができるというふうに言われていますので、ぜひ皆さん今日から筋肉の貯蓄を始めましょう。ここで自宅でできる筋力トレーニング片足立ちをご紹介します。足の付け根を90度、膝も90度、足首も90度にして片足を上げてみましょう。できる方はその上に座布団を置くのも効果的です。ちなみにこの体操はバランス能力も向上させることができ、転倒予防にも役立ちます。60秒何も持たずに立てて60歳代のバランス能力です。ぜひご自宅でチャレンジしてみてください。筋肉を作るためには運動だけではなく食事も大切です。中でもタンパク質は筋肉を作るための材料としてとても大切な働きをします。ではタンパク質はどのような食品に入っているのか一緒に見ていきましょう。ここにあるのはタンパク質を含む食材です。1日に成人男性で 60g、 成人女性で 50g のタンパク質を摂ることが推奨されています。鶏ささみ2本に 23g、 牛乳コップ1杯に 6.6g のタンパク質が含まれています。ここに示したタンパク質量も参考にしてみてください。またタンパク質は一度にまとめて摂らず、こまめに分けて摂るようにしましょう。一度の食事で吸収できるタンパク質の量は限られていますので、たくさん摂っても吸収できずもったいないです。きちんと吸収できるように朝昼晩の3食の食事やおやつの時間に分けて摂るようにしましょう。また鶏肉ばっかり卵ばっかりと偏りすぎないようにしましょう。肉や魚、卵、大豆製品、牛乳などいろいろな食品から組み合わせて食べるようにしましょう。さらにタンパク質は単体で摂るより吸収率をアップさせる食品と一緒に食べると効果的です。タンパク質が筋肉に合成されるのを助けるビタミン B6 や筋肉を強化するビタミン C を含む食品と一緒に食べて効率よく体に取り組みましょう。普段の生活の中でもちょっとした工夫でタンパク質をプラスすることができます。コーヒーに豆乳をプラスする、おやつの時間にはヨーグルトなどの乳製品を選ぶ、外食をするときにはおかずの種類が多い定食メニューを選ぶなど、間食や外食の時にもタンパク質を摂ることを意識してみてください。これからの食事で大切なことは、まず肉や魚などのタンパク質をしっかりと摂ること、そして吸収率を高めるためにもバランスよく食べることです。バランスよく食べるために3つの器を揃える料理選びにチャレンジしてみてください。
3つの器とは、ご飯やパンなどの主食の器、肉や魚、卵、大豆製品などの主菜の器、野菜、キノコ、海藻類などの副菜の器。この3つの器を揃えればバランスよく食べられていると思って大丈夫です。ここでコンビニやスーパーマーケットのお惣菜を利用する時の一工夫をご紹介します。栄養に偏りが出ないよう、ここでも3つの器を揃えることを意識してみてください。おにぎりやサンドイッチ、麺類などは単品で選びがちですが、そこに焼き鳥やゆで卵、野菜サラダなど主菜や副菜になるものをプラスして選ぶようにしましょう。手軽で便利なコンビニ食やお惣菜も上手に組み合わせて活用していきましょう。今日は筋肉についてと、その材料となるタンパク質の摂り方、そしてバランスの良い食事についてお話ししました。日々の生活に取り入れ、ぜひ実践してみてください。体を動かしてバランスの良い食事をとり、健康で元気な毎日を手に入れましょう。続いて、いなべ市健康マイレージ事業についてお伝えします。健康マイレージ事業とは、健康づくりに取り組む市民を増やすことを目的に実施している事業で、いなべ市に在住・在勤している方であれば、年齢を問わずどなたでも参加いただけます。取り組みには3つのステップがあります。ステップ1、健康づくり活動に取り組んでポイントを貯める。必須項目として、いなべ市健康兵庫活動のいつもより早く歩く、いつもよりゆっくり食べるの取り組みと、選択項目1から5の中から自分で選んで取り組むことで30ポイントを貯めましょう。ステップ2、30ポイント貯まったら抽選会に参加しましょう。応募期間は11月から翌年3月です。期間内に健康推進課窓口に設置されている応募箱に応募ください。抽選でご覧のような豪華景品が当たります。また4人以上のグループで参加された方には、お楽しみグッズもプレゼントさせていただきます。そして30ポイント貯められた方には、全員もれなく三重とこあか健康応援カードもプレゼントいたします。抽選会の申し込み書はパンフレットの裏面をご覧ください。パンフレットは市役所などで受け取っていただくか、市のホームページからダウンロードできます。ステップ3、カードをお店で使おう。三重とこあか健康応援カードを県内のマイレージ特典協力店で提示していただくことで、さまざまなサービスを受けることができます。特典協力店は桑名地区で140店以上、三重県内近郊で1000店以上あります。特典協力店やサービスについての詳しくはホームページをご覧ください。栄養や健康に関するご相談は、健康推進課の栄養士・保健師までお気軽にご連絡ください。皆さんが健康で元気な毎日を過ごせるよう応援させていただきます。